こんにちは。ミュージックミニストリーの時間となりました。中野博です。いかがお過ごしでしょうか。今日はヨハン・セバスチャン・バッハのパルティータ、ピアノのパルティータですけれども、その第1番のアルマンドとサラバンド、そしてまた神様を賛美する歌を演奏していきたいと思っております。よろしくお願いします。
ヨハン・セバスチャン・バッハ作曲のパルティータ1番からアルマンドとサラバンドを演奏いたしました。それでは聖書マルコの福音書の1章の9節から11節を読みいたします。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐにその時天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。先ほど演奏しましたバッハの曲は、実はイエス・キリストがこの地上に、この世に私たちと同じ人となって来てくださったことを表す、それを記念する音楽だったんですね。で、このイエス・キリストが実はこれから、公の生涯をお始めになるにあたって、当時悔い改めのバプテスマをヨルダン川で授けていたバプテスマのヨハネと呼ばれる人のところにイエス・キリストやってこられたんですね。バプテスマのヨハネは先に神様によって立てられた預言者でありました。神様ご自身が通られる道をまっすぐにしなさいという、旧約聖書の預言のその通りに、彼はむしろ、土木建築家ではなくてですね、私たちの心の中の道を、平らな道、まっすぐな道、つまり神様にまっすぐに入ってきていただくことのできる道を備えなさいと、その意味で悔い改めなさい、神の国は近づいたから、そういうメッセージを取り継ぎながら、その印として悔い改めに至った人々に対してバプテスマを授けていたんですよね。で、そこにイエス・キリストが来られた。そして私にバプテスマを授けてください。ところがヨハネは最初はこのことを拒んだんですよね。なぜならヨハネはイエス・キリストのことをよく知っていて、あなたは誠の神であられます、悔い改めが必要なのは私たち人間です、私はあなたに対して悔い改めのバプテスマなど授けるような資格はございません。彼は丁寧に深く辞退したんですよね。しかしイエス様ご自身は、いや、神の御心として私はこれを行うんだ、それはですね、イエス・キリストがバプテスマを受けになるということは、やはり全ての人が神様ご自身と間違いなく出会っていくために、これまで自分中心の生き方、自分を人生の王として主としてですね、歩んでいく在り方から、これからはイエス様あなたが主です、そういった意味で神様の前に悔い改めていくということを表明する、これは大事な事柄として、神ご自身の御胸にかなうことなんですとイエス様はおっしゃった。そしてバプテスマを受けになったんですね。すると周りの人々に対して明らかになった不思議なことが起こりました。まず天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。イエス様ご自身がそれを経験なさったと同時に天から声が聞こえたわけです。バプテスマのヨハネも共にいた多くの人々もこの声をはっきり聞いているわけです。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。すべての人々が通るべき道、悔い改めというその道を通られたイエス様に、神ご自身が天から、イエス様の父なる神ご自身が天から、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶというふうにおっしゃった。ただ単にイエス・キリストに個人的に語ってらっしゃる言葉ではないことははっきり記述からわかるんですよね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。実は後の日にイエス・キリストが完成される、つまり十字架の死による救いによって、イエス・キリストを信じる者、イエス・キリストと同じようにこの道を歩む私たちに対して、つまりイエス・キリストの救いを受け入れる私たちに対して、神はあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと宣言してくださる。このことをですね、イエス様ご自身のバプテスマの経験を通して
聖書は私たちに明らかにしていると思うんですよね。で、私はこのことをですね、いろいろ深く思い巡らすんですよね。まあ、自分が歩んできたこれまでの道筋を通して無条件に受け入れられるということを私はどれほど経験することが少なかったか。学生の頃には一生懸命努力して勉強した、まあ、この社会にあって会社勤めをした時もあったんですけどね、その時にも、まあ、実際自分がやっている研究の成果を上げて誰かに認めてもらいたい、そう思ってた。でも根本的にはどうせ私なんか人から喜ばれる存在ではなくって、まして神から喜ばれる存在ではなくって、ただただ捨て置かれる存在、何の価値もないと見捨てられるような存在ではないかって、根本深いところではそう思ってたと思うんですよね。ところが神様はむしろもっと本質的に私のことを受け止めていてくださる方だったんですね。あなたが何をなそうとも、またどんな弱さを持ってくじけようとも、実はあなたの存在は私にとって本当に喜ばしく、また私はあなたを愛してるんだっていうふうに神様はおっしゃってくださる。私はこのことを本当に理解しなければならないと今痛切に思ってるんですよね。まあ、無条件でと言いましたけれども、神様の側から私たちが安心して神の身元に帰ることのできる、今神様に愛する我が子よと受け入れていただける道を備えてくださった、それがイエス・キリストの救いなんですよね。イエス・キリストを私の救い主と告白するならば、私たちは神のことをされると聖書は約束しているんですね。まあ、ヨハン・セバスチャン・バッハがパルティータを通して表現したイエス・キリストのこの地上における、まあ、人としての実際の歩みということも、彼は何か成果を上げることによってようやく認めてもらわなければならないような、そういう世界ではない、神が徹底して私たちを愛していてくださっているということを、やはり人々に自分自身も経験した大切なことだからということで、なんとかこの聖書の教えを伝えようとしたっていう、まあ、そういう事柄だったんだろうなって今思わされるんですよね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。父なる神はこの言葉を惜しまず私たちに語ってくださる。私はそう確信しております。それでは続けて神様を賛美する音楽ですけれども、主の恵み語るは楽しい、この曲を演奏したいと思います。ミュージックミニストリー、今日はヨハン・セバスチャン・バッハ作曲パルティータから1番のアルマンドとサラバンド、そして、賛美の曲
主の恵み語るは楽しいを演奏いたしました。それではまたお会いいたしましょう。